いきましょう。天竜の毒撃、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。狩竜の鉄拳、よっしゃー、勝った。じゃあ行くか。天竜の波おろし。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。私たちに勝ちね。さて、行くわよ。天竜の波おろし。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。どう？かっこよかった？結局どうすんだ。いっそやっちまうか。ここは私に任せて。なるほど、兵士のふりをして潜入するわけですね。でも私たちはどうすれば。私に捕まったふりをすればいいのよ。なんだそいつらは。侵入者だ。あの妖精の娘を助けに来たんだろう。フェアリーテイルか。陛下も国防大臣もいないし、牢に入れておくしかなかろう。了解。おい、牢はこっちだぞ。あ、すまない。ここに配属されたのは最近でな。うまくいったな。さすがミラさん。姫様、今が好機かと。そうですね。始めましょう、エクリプス2計画を。お宝だ！嬉しい。ナツ、ウエンディにミラさんも。オイラたちもいるよ。みんなどうやってここに。ねえ、精霊の鍵見なかった？兵士に持ってかれちゃったんだけど。お願い。よし、よし、よし、よっしゃー、いっちゃいっか。楽勝だ。っしゃー、いっちゃいくか。天竜のテイクオーバー、サタンソウルテイクオーバー、カリュウの鉄拳、よっしゃー、勝ったー。牢屋をぶっ壊せ、離れてろ。あとはどうやって脱出するかね。できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。待ってください。雪のエクリプス計画は今夜実行しなければ。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を。なんで俺たちがやんな。人類の危機が迫っているのです。まず姫に会われるがいい。その上。そういうんだったら仕方ねえか。考えるのは後。姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。魔導士。やはりダートン。陛下と共にドムスフラウに。それはどういう意味です。あなたこそ裁判を待て。そこまでお見通しでしたか。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあなたには話しておいた方が良さそうですね。これが本当のエクリプス計画です。この計画なりません。私とてあの方の言葉半信半疑。あの方は未来を知っています。大魔党へあるギルドがありえない結果で優勝する特殊な結果ゆえ予想は不可能、もしそれに足る結果なのです。あの方の言う未来は全て真実と言って、あの方は未来から来たと言って、鍵はすでに用済みです。昨日の後は扉を開くだけです。私一人では無理です。扉を開くかどうかは大魔党へ。ごめん、その声。君はルージー。ルーシーがもう一人。どういうことですか？ジェミニじゃないですよね。エドラスとかそういうのじゃ。時空を超える扉、エクリプスのことはもう知ってるよね。エクリプス？まさかあんたはエクリプスを。未来から来たのなあ。そんなバカな。私の記憶だとね、牢を脱出した後未来のルーシーが体験した実。何言ってんだ。あんな。そうね、私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで。そりゃ当時だな、運が悪かったとしか。あの時が来るまで私たち。あの時、あのルーシーさんは最悪の未来を変えるため。最悪の未来。一体この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴン。町は焼かれ、城は崩壊し、多くのうん、じゃあそりゃあ声が大きいぞ。大変だ。1万を超える。なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓とどうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな嘘なのか。違うけどこんな話。なんでルーシーの言葉を疑うんだ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これで繋がったわ。崩壊するメルクリアス、城の中で歌う。いいえ、あれは泣き叫ぶルーシー。泣く。なんでねえ、ドラゴンが来た時同じ城の中にいた私たちはどうなったの？シャルル、察してあげよう。多分私たちは死んじまうのか。そんな、オイラたち死んじゃうの？私といたから。不運にも何日だったか覚えてない。目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じて。そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日ってつい最近じゃないか。エクリプスってそんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたからそのせいかもしれないし。なるほどな。姫に助言をした謎の未来人とはこいつのことだったのか。しかし気になるな。町は大魔島演舞を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール、彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練るって？ごめんね、私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからないの。やはりお前が姫にエクリプス2を助言したはず。それに4日に来たというのも嘘だ。何のために仲間に嘘をつく。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに街をうろうろしてた。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな、俺たちの未来のために。必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス大佐、あなたには王国反逆罪の容疑が。姫はどこに？いや、すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことがある。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは姫の方だ。また出てきやがった。やるしかねえか。アルカディオスさんを探さなきゃ。それにエクリプスも気になる。張り切っていきましょう。開け！砲兵級の扉、アクエリアス。姫、アルカディオス様、ここに集まっているのは。ええ、今すべてあの未来から来た方の言葉は真実。ゼレフ教を消滅させるための第一計画は。いいえ、今は目の前の脅威を取り除く。我が主君の言葉を疑うなど、騎士道に。あなたの言葉が正しい時、一瞬でも我が姫。アルカディオス様、これ。私は姫の言う未来人に会いました。これから起こることは知っていたが対処法。いいえ、あの方ははっきりと対処法を。ではその未来人が嘘をついていると。彼女、私に助言した未来人は。そうか、ジェラール？俺はこんな単純なことを見。どうかしたの？未来のルーシーは7月4日に来たと言った。しかし実際には。毎年謎の魔力を感知しているのに。いや、7年間我々が感知していたも。今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って、そのためゼレック、もし未来から来たルーシーの話を全て信じるなら、ルーシーが来たのならば7月3日の夕、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人、どういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでルーシーは未来を救うために来たもう一人の未来人。さて次は。